Halo semuanya, balik lagi di channel Hans. Di video ini kita akan memainkan game Captain Tsubasa PS2. Kita akan melawan tim akademi sepak bola yang bernama Toho. Pemain di dalam klub Toho itu ada Yuga dan Wakashimatsu. Gimana kelanjutannya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Makasih semuanya. ヤイ前から大変な盛り上がりを見せております。これは負け。東方学園のキックオフ。試合開始です。大歓声の中、ボールはヒューガ君から沢田君へ。そしてその沢田君、ヒューガ君の前にちょこんとボールを出す。 暗い何かつ。これが俺の対話ショットだ。あっとヒューガ君、センターサークルの中から早くもシュートの体勢だ。何？行くぞ、強さ。ヒューガ君は初っ端から来た。ヒューガ君のシュートを放った。ヒューガ君の超ゴールシュート。あれは低い弾道だ。 翼くんのドライブシュートは明らかに違うものだ。速い。ああ、これはゴールポストだ。そしてボールはポストに激突し、パンクしてしまいました。キーパー森崎くんはあぜんとしたまま一歩も動けませんでした。まさにこれはものすごいシュートです。これが新聞で報道されていた噂のスーパーショット、タイガーショットなのでしょう。 翼の動きは目に入った。かすかにシュートコースをミスってしまった。ランサスのゴールキックです。いけ。伊沢君、ボリブルで運びます。伊沢君、パスを出した。翼君、パスを渡す。 出します。止める。さあ。今井君。伊沢君。ボールを奪った。
止める。キックオフ。おう、翼くん、ボールを奪った。ここはパスを出した。パスを出します。よし、それ、それ、ああ、
ここはパスを出した。これですね。受け！翼くん、よし！
ールに合わせ飛んだ。いけ、止めてやる、いけ、川田君パスを回します。ヒューガ君パスを回します。小田君かわされた。
翼くん、ここはパスを出した。します。来た。
これが翼のドライブシュートか。実際に受けるのは初めてだ。キャプテンのタイガーショットに引けを取らないスピードだ。そしてこのまままっすぐ来て落ちる。任せます。反応は下がった。破裂、またもボールが破裂だ。ポストの角に当たりボールが破裂してしまいました。まっすぐ来て落ちる。いや、落ちるなんてもんじゃない。下に向かって伸びてくる感じだ。しまった、足に負担がかかるドライブシュートをミスってしまった。確かにすごい威力だ、翼のドライブシュート。でも必ずこの俺が止めてやる。今のシュートでそのヒントだけは掴んだぞ。後方のゴールキックです。ここでホイッスルが鳴り響く。南葛対東方、ついに試合終了。南葛中学優勝、史上初の V3 達成。